はい、こんにちは。夜になってね、Amazon から荷物が届きました。でこちらですね、Fire TV Stick なんですけども、これはね4月6日の本日発売で、夜にねやっと手に入れることができました。でこちらね、アメリカではね去年の秋に発売をしていたものなんですけども、まあ、日本ではね旧モデルが売り続けられていて、やっとねこの春発売に至った商品ですよね。でまあCPU が速くなったりしていますよね。それでは、こちらパッケージ開けていきますが、最近流行りの引っ張り付きのシールが貼ってあって、でパッケージもね2015年モデルの、まあ、写真なんか見た感じだとだいぶね違いが出てて、この紙中心の梱包っていうのは、まあ、今時風ではありますよね。これで取説と、そして、電源ケーブル、そしてこちらは延長 HDMI のアダプターですよね。で電池と、でこちらがリモコンで出てきました本体ですね。まあ、ちっちゃいですよねこれね。まあ、手のひらに入るぐらいの大きさです。ちょっとピンが甘くてすいません。そしてね、最後は電源のアダプターになりますね。ということで、内容は全部です。ちょっとすいません、並べ方が汚いので、全体図見えるようにしますね。引いてみます。こんな感じが、全体の感じで、テレビにねいよいよ装着しますけども、まあ、ちょっとねうちのテレビはね古いんですよね。もう10年ぐらい経ちますが、まあ、HDMI の端子のところに、入力のところですね、ここにねスティックを差し込むだけですよね。であとはまあ電源がいるので、先ほどついてた電源を接続ということで、で次のプロセスはリモコンに電池を入れる。で Amazon ベーシックの電池が入ってましたね。ちょっと演出というか面白いです。それでねリモコンを入れますと、でテレビのね電源入れて HDMI の系統を選ぶとね、こんな感じでねリモコンを探し出すんですよね。で各国言語でこれは表示されてまして、だこれ認識したようで、でリモコンのね再生ボタンを押せってことで押しました。そうすると言語をね選ぶ画面になりますので、まあ、もちろん日本語を選びます。で、ね、丸いホームボタンじゃなくて丸いボタンがあるんですよね。そこではない、そうこっち。ということでね、ネットワークを、ね、スキャンし始めるんですよね。でこれがね家の近所を飛んでる Wi-Fi 全部出てくるんで、まあ、自分の家のを選んでですね、パスワードを入れて、でね接続が確立でね、いろいろセットアップを勝手にやってくれるの でここでね登録で、ね、びっくりしたのはこれね、出荷時にすでに、まあ、このシリアル番号と私のアカウントが紐付けされてね来てるんですよね。だから何もしなかったですねこれ。であとはね年齢制限の、コンテンツができるようで、まあうちはね、それ必要ないんでやってないです。セットアップの処理が完了するまでの間、新しい Fire TV スティックの使い方を簡単にガイダンスビデオです。リモコンに話しかけるだけで、お好きなテレビ番組や映画を再生できます。音声認識ボタンを押しながら、タイトル、出演者、監督名、ジャンルを言います。回答ブルーの付き、まあちょっと長いので省略しますけども、それでね、ビデオ終わるとこのホーム画面になるんですけども、ネットフリックスはね、ちょっと、妻がアカウント持ってるんで、見れるはずなんですが、ちょっと出張でいないので設定できませんでした。そして、まあ、今まで見てたビデオとかの、
まあこれだからタブレットとね同じホーム画面が出てくるんですよね。なのでまあこれはまあ見慣れた画面ですよね。それでゲームもできるんで、まああまりやらないゲームをちょっと入れてみましょうか。でまあダウンロード、ダウンロードして、そしてですね、まあ、これ若干はしょってますけども、でインストールをしてくれると。でまあどうもこのスティックの方は、まあ、軽めのゲームをやってくださいみたいなことが Amazon のホームページには出ていました。だ負荷の強いゲームはちょっとあまり適してないみたいですね。で、音声検索をねちょっとやってみますね。スニーキーピートと入れるとね出てきますね。でそれを選んで丸いボタンを押しますと、まあ、確かにねお目当てのところにたどり着けると。でもちろんね普通に入れることもできますね。でこのホームからメガネ、虫メガネのマーク、まあ古いインターフェースな感じですけどね。それでまあビデオをちょっと再生してみたいんですけども、これ反応すごいいいですよね。これ割とねサクサク動く感じ。でまあちょっと著作権の関係でお見せできませんけども、まあ、画質はねテレビの性能をねマックス引き出していて、まあ、私としてはね全然十分満足しています。それでまあまとめの方に入りたいと思いますけども、まあ、私がねこの Apple TV じゃなくて Fire TV Stick をね選んだわけっていうのはですね、やっぱりねこの Amazon プライムのね会員なんですよね。なんでまあこのプライムビデオで、まあ、無料コンテンツがねたくさんあるんで、あとはねダウンロード視聴もね、まあ、可能なんですよね。それでまあサイズがコンパクトで、まあ、本体も4980円と安いってこと、あとはね視聴料自体がもうそのプライム会員の、付帯サービスの中にある3900円だけなんですよね。これ送料とかね込みなんですよね。それでまあまあ、夫婦のね動画契約が2つありまして、1つは私のプライム、もう1つは、山さんがネットフリックスを契約してるんで、まあ、それをちょっとねシェアしたいねっていうことで、購入しました。でまあ残念ながらね、Apple TV を購入しても Apple には定額のビデオサービスがないので、現時点ではちょっと魅力がないですよね。だから Apple TV 持ってないんですよね。でうちのテレビはねそれで、未だにね HD でもね1080なんですね。だからまああのスティックの方で十分っていうことです。それでまあ2015年モデルの Fire Stick と何が違うかっていうと、まあ、CPU が、クワッドコアになって、まあ、GPU、Wi-Fi、Bluetooth、まあ、それらがですね、まあ、あの最新のものになったと。そして、まあ、あとは音声認識が追加されたっていうことがアップグレード内容となっています。で、こちらね、Amazon のページですけども、この Amazon Fire TV っていう、まあ、11,980円のと比べまして、まあ、違いがね、いくつかありますけども、まあ、私の方はね、このスティックで十分じゃないかなと思って、こちらを選んでます。ということで、視聴の方がね、非常に楽しみになってきました。それでは今日はこの辺で、この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。